国立情報学研究所の大向一と申します私の研究はウェブの未来について技術面やそれを使う人々の関係から考えていくというものです。これまで「つながり」というキーワードをもとにウェブがわかる本そしてウェブらしさを考える本という2冊の本を書いてきました。ウェブと「つながり」という言葉には切っても切れない関係があります。 ウェブが発明されたのは1989年のことですがそれからの約10年間1990年代は情報のつながりの時代であったということができると思いますウェブページとウェブページがハイパーリンクでつながって自由に行き来できる情報空間が作られさまざまな使い道が提案されました検索エンジンが実用化されて自由に いつでも好きな情報を探せるようになったのもこの頃のことです次の10年間2000年代は人のつながりの時代でしたブログやソーシャルネットワークというサービスがどんどんと生まれてきて人々がウェブ上で自由に会話しコミュニケーションするようになりました 人々が自分の知識を持ち寄って巨大な辞書・辞典を作っていく集合値というサービスも生まれてきたのもこの頃ですそれでは次の10年間2010年代にはどんなものが重要になるのか私はでそれがデータのつながりであろうと考えていますデータのつながりといったときにそれが情報のつながりとどう違うのかについて簡単に説明していきたいと思います ウェブ上には本のデータベースがたくさん存在しています国立情報学研究所でも大学図書館のデータベースを提供していますけれどもそういったデータベースの中にはある作家がどのような作品を作っているかという情報が記述されています一方この人に注目してみるとこの人は本の世界にだけ存在しているわけではありません 明治の文豪データベースみたいなものがあったときには別の作家との友人関係であったりどこに住んでいたという情報が持っているかもしれませんさらにこの場所に注目してみるとその場所にはたくさんの観光地があったりあるいはある本の舞台であったという情報が残っているかもしれません こういった情報と情報のつながりというのは誰にでも理解できると思いますし人間の頭の中には存在しているものであります。ところがコンピューターから見たときには別々のデータベースに別々の情報が存在しているだけでこの人とこの人は果たして同じなんだろうかあるいはこの本とこの場所は関係あるかどうかについてコンピューターは知ることができません。そこで 新しいウェブを作っていくためには情報をよりり精密に記述していかななければなりません例えば別々のデータベースで同じ人を指したければ必ずこのような、ID、を用いて識別すすることが必要ですあるいはこの本がこの場所に関係があるということを主語述語目的語というシンプルな形で記述していく必要があります。 こういった情報の記述をすればさまざまなサービスが新しく生まれていくと思うのですけれども実際にこれをこれまで存在してきたデータベースに適用するとどのように難しい問題があるかということを少し触れてみたいと思います国立情報学研究所の本のデータベースには1500万件800万人の名前が入っているのですけれどもその中で2つの本を取り出して ブがわかる本「大向一記記記約というものがあった時にこの2つの名前は同一人物かどうかはどのように判定できるでしょうか私の名前は少し珍しいので多分多くの人からこれは同一人物だと思っていただけるかもしれませんけれどもでは次の例で「コンクリートの科学山田太郎著、建築技術の未来山田太郎著という2つの本の場合はどうでしょうか コンクリートも建築ももより近い分野ののことですのですしかするとこういったことを一つ一つチェックして同じかどうかを判定していくそのことをいわゆる名寄せと呼ぶことが多いのですけれどもこの名寄せをどのように進めていくかというのが非常に難しい問題になります。 これが名寄せのいくつかのアプローチを示しているのですけれども例えば組織図書館のような団体の人々が手作業で名寄せをしていくというのは非常に信頼性が高いのですけれども一方で800万人も名前をや一つ一つチェックしていくことは現実的ではありません一方で機械によってアルゴリズムで自動的にやるという方法もあり得ます こちらはたくさんのデータに対応することができるのですけれどもその結果の信頼性が低いという問題もありますさらには本の著者本人に名乗り出てもらう本人による名寄せという方法も考えることができますこちらはこの二つの方法ではわからなかった答えが出せる可能性が高いのですけれども一方で第三者からその答えが本当に正しいかどうかを証明することができないという問題があります このようにいろんな名寄せの方法というのは一長一短なのですけれども我々としてはこの3つのアプローチをバランスよく組み合わせることで精度の高い名寄せを実現していこうと考えています次にそこまでしてデータをつなげていった先にどのようなま便利なサービスが生まれるかについてもお話ししたいと思います私たちのプロジェクトでは美術品のデータベースの情報を集めているのですけれどもそのデータベースでは 例えば横浜美術館にある作品のうち、作者が20代の時に書いたものだけを取り出すということができるできます。その方法というのは蓋を開けてみれば非常に簡単で、我々のデータベースの中にある横浜美術館にある美術品の情報をすべて取ってきて、その中の作成年情報を出していきます。またその同じ作品に対して作者の名前も出して。 その作者につながっってている生ままれ年の情報をまた取ってきますこの2つの情報があると作成年が生まれ年プラス30年あるいは生まれ年プラス20年の間にあるという条件が満たされればそれが20代に書いたものということで取り出すことができるわけですけれどもこういった高度な検索というのは今のところウェブの検索エンジンではできません。情報が つながった形で記述されて初めて実現できるものになります。私の研究をまとめてみますと、これまで20年間にわたって情報のつながり、人のつながりというものがウェブのウェブ上で取り出すことができるようになりました。ここに対してさらにデータのつながりを持ってくることによって、最終的に2020年代にはウェブは知識のつながりで,できているというふうに思ってもらって。 たくさんの人に使われる環境というものを目指しています。